日本卓球協会は5日、東京都内でパリ五輪の男女日本代表候補を発表し、女子団体要員となる注目の3枠目は張本美和、木下アカデミーに決まった。パリ五輪選考レース3番手の伊藤美和、スターツ、ではなく、4番手ながら急成長を遂げた15歳が選ばれた。女子日本代表の渡辺武宏監督は、女子は張本美和となったが、 ダブルスを含めて団体戦の中でシングルスもダブルスも活躍でき、ふさわしいと思い選出した。昨年1年間、国際大会を帯同し、その戦いぶりや上位選手たちとの戦績を総合的に見ながら、一番ふさわしいと思って選出しました、と選考理由を説明した。大激戦となった女子の3枠目、渡辺監督は選考を悩みました。 伊藤も金メダリストで非常に優秀な選手だと思う。パリ五輪では海外選手と対戦することになるので昨年一年の国際大会の戦いぶりをずっと見させていただいた特重の決断だったことを明かした。一方、超本日の国際大会での飛躍に注目したという。昨年のアジア大会では木原美優と組んだ女子ダブルス準々決勝で中国ペアに快勝。 昨年12月には戸上と組んだ混合団体 W 杯で世界1位の中国ペアに勝利した。渡辺監督は、張本美は、ダブルスで実績を収めたので、トータルで見た時に本当にわずかな差ですが、張本を選出しました、と話した。